昨日の話からする？どうしようかな。まあいいや、とりあえず今日はお話し会があったんですけれども、今日はちょっと私今朝まで広島にいたんですけれども、広島がすごい雪の関係で交通がいろいろ止まってしまっていて、そしたらその関係で乗る予定だった飛行機に間に合わないという事態が起きまして、そうだからちょっとお話し会に遅れて参加っていう形にはなってしまったんですけれども、皆様とお話できてとても楽しかったです。はい、昨日から広島ですごい雪が降っていて、昨日からじゃない、一昨日の夜から降っていて、そう、それでね、ちょっとまあ私が、まあ、リサーチ不足だったっていうのもあったんですけど、そうメイクをしてからホテル出て、それじゃあどっか、違う、どっかじゃない、メイクしてからホテル出て、よしじゃあ今から向かおうかって思ったら、もうなんか人がじゃない、もうバスもリムジンも止まってるし、タクシーも呼んだけど高速道路止まってるんでちょっと無理ですって言われて、もうね、でもなんとか次の便で行けたのでなんとか良かったなと思って、でもね、なんとかサンタの、よかったです。明日も2部あります。2部お待ちしております。お腹すいちゃった。あ、でもね、今日お昼に差し入れでケンタッキーのバーベキューチキンをいただきまして、そう、私初めてケンタッキーのご飯食べた気がする。そう、ケンタッキーのフライドチキンも、僕が正しければね、食べたことないんです。てかケンタッキーにもそもそも行ったことがないし、ケンタッキーで何か買った記憶もないんですよ。そう、だから人生初のケンタッキーでした。そう、バーベキューチキン美味しかったよ。やばい、お腹すいちゃったよ。まあ、今日はちょっとヘルシーにしようと思って夜はね、イカを食べて、でもなんかまあ急いで食べたのもあるのか、ヘルシーにしすぎたのもあるのか、ちょっとお腹が空きましたね。めっちゃ美味しかったよ、チキン。チキンはやっぱ美味しいよね。とりあえずまあ今から白湯をね飲もうと思ってるんですけど、あ、微妙に熱いわ。じゃあ、まあね、ちょっと今日はね
寝れなくてあんまりそう昨日はね、あのだいたいそのなんだっけ、まあ、昨日がまたジョン・マイ・ラブの巡回公演だったんですけれども、公演終わった後もいろいろねやることがありまして、結局寝れたの1時前とかだったんですけど、ちょっと5時間ぐらいしか寝れなかったっていうのもあってね、移動中のバスとかでうとうとしました。そうそう眠くて、後でヤクルト1000飲んどこ、そうすれば多分いい感じにお腹膨れる気がする。いやでもヤクルト1000はあの時に残しとこ、やっぱやめときます。そうだからちょっとその関係もあって今日はねちょっと疲れちゃったみたいな感じになったので、そうメイク落とし頑張る。そうだからちょっと今日明日はねちょっとクリスマス配信っていうのが今年はできないんですけれども、その思うようなクリスマス配信っていうのはねできないんだけど、まあ、ルンサンタをゆっくりと見てくださいませ。ありがとうございます。でもまあね、明日はそんな言うてすごい早起きってわけでもないから、まだそうそう、まあ今日それなりに、まあ、12時ぐらいに寝れたら7時間は寝れると思う。まあでも今年はねそのケンタッキーのチキンが食べられたのでちょっとはクリスマスを楽しめたかなと思います。はい、一応なんか差し入れのねなんか赤い袋に入った差し入れのお菓子もいただいたんだけど、そうまあでもそれはあんま食べないから家族にあげようと思います。そう明日はね衣装変えます。まあ言うてもねそのクリスマスディナーに着ていきそうな服って言ってもあんまいつもと変わんないような気がするって思ってしまうかもしれないけど、まあでもテーマ一応設けてやってますね。そう2回目のに関してはねちょっとあの一番映ってほしいところが映らない可能性がね高いんだけれども、高いっていうか 100% そうなんだけど、それはね全身撮ってまたあげるのでぜひ見ていただけたらと思います。はい、そしてあでも昨日一応配信では言ったのか、広島公演ありがとうございましたって言おうと思ったら、そういえば一応昨日配信で言ったんだったーって思った。そうそう、まあ実を言うとね明日のあ、まあそれは言わない方がいいや言わないよ、言いません、それはネタバレになるから。わあ、タツエモンさん、クリスマスツリーのクリスマスツリーありがとうございます。ありがツリーありがとうございます。ありがとうツリー、メリークリスマスです。
白湯はあったけえな。今日家族にね電話しようと思ったらクリスマスディナー行っとるやんけって思ってね、寂しくなりましたね、はい、そう毎年家族はクリスマスに決まったお店にクリスマスディナーを食べに行くんですけど、私はそこのクリスマスディナーに一度も行けたことがありません。ないんです。そう今日の夜行くからね、なんせ私はお話し会なんで。そうでも絶対もうクリスマス付近で行くからもうタイミング合わないんだよね。そうまあいつか行けたら行こうねみたいな話はしよるけど、そんな日はあんま来ないような気がちょっとしてます。そうだ、じゃあ今日もショールームでこの話をしたくて、まあ話っていうか投票をしようと思うんだけど、私そう最近前髪をちょっと切ろうかどうかねちょっと悩んでるんですけど、前髪を切ってもいいと思う、ん？切ってほしいっていう人は1番、いや、ま、前髪切るどのぐらいって言ったらまあこのぐらいとかなんですけど、前髪を切ってほしい、そのぐらいまで切ってほしいよっていう人は1番、いや今の長さが好きですっていう人は2番で投票してください。ピヨ、まあこの投票によって切るかどうかはねまた変わるんだけど、一応ね参考までに。いやどっちもっていう選択肢にしたらね、みんな絶対どっちもが多くなっちゃうからさ。そうそう、私ねこのね前髪の感じ好きなんだけど、ライブになるとねこれだとねダメなんですよ。っていうのもこうなっちゃって、そうすると私のテンションがねだいたい下がってしまうので、そうだからいつも上げてるんだけど、上げてるのはねすごいいい時とね良くない時があるんですよね。そうだから迷っててすごく。それじゃあそろそろ終わりますよ。5、4、3、2、1、終了です。あ、でも切っていい、切ってほしいっていうか切る方が 58.8% でございます。ありがとうございます。そう、まあ私は確かにそろそろ切ってもいいと思うし、そのメンバーに絶対パッツンの方がいいよって言われたっていうのは結構大きいんだけど、やっぱここまで伸ばしたから切るのもったいないなっていう思いもあってね。そう、そうだからね迷ってます。
そう、結構ファンの方はね、今の方がいいよっていう方が多いんですよ。でもメンバーはね、切った方がいいよっていう子が圧倒的に多くて、ねえ迷ってるの、もうどっちがいいのってなっちゃう。そう、そう、でもちょっとやっぱ私結構メンバーとかいろんな人が言うことちゃ聞いちゃうから、ちょろくて。でもただちょっと今回はやっぱここまで伸びたからなーっていう思いがね、どうしてもあるんですよね。そうだからどうしようか。まあでも言うても年内には切らないですね。ちょっとあまりその時間はないかもしれないから、まあ切るとしたら年始かなーとは思ってるんだけどね、まだ決まってないです。お代理も言ってた。ていうか、ハマちゃんもそう言ってて。それがちょっとね、ハマちゃん言ってたのも大きいし、お代理が言ってたのも大きいし。そうそう。はい、そんな感じなんですよ。明日はカレンちゃんに聞いてみようかな。いろんなメンバー、いろんな人に聞くっていう、ね、皆さんは今日なんかクリスマス、今日はクリスマスイブだからっつってなんか特別なものって食べました？私ケーキは食べなかったんだけど、今日は。でもいずれまあ甘いものを食べる時は来るので、ちょっとその時にね撮ってます。っていうのもカフェレストマーズさんのパフェを食べたいんです、クリスマスの。ただなかなか行けるタイミングがもう年末しかなくて、そうそうそう、もう本当に東温市に行けないので、そう全然行けないので、年末までクリスマスパフェあってほしいんだけど、あるのかなっていうところなんです。だって本当にね、クリスマスまで一回も行けなくて、マジで。そう、もしなくなったらまた芋パフェを食べるけども、芋パフェはマジでもう一回食べたいんだよね。年始に食べようかなとちょっと思っちゃってるぐらいには芋パフェ食べたいの。そうそう、取り置きしてもらおうかな。取り置きしてもらえばいいよっていうアドバイスもあるので。そう、あのなんだっけ、あのね、あれが食べたいんよ。あれあれ、ね、あれ、クスクスっていう料理食べました。聞いたことある。でも本当に名前を聞いたことあるだけですね。でも聞いたことあるよ。3回目。下に雪だるまの子がいて、上が白熊のやつが食べたいんですよ。あのだって周りに置いてあるビスケットっていうんですかね、あれが食べたくて、もう大好きなんですビスケット、あれが食べたいんよ。そう、
そうです、この後が高知公演なんですよ、お明後日が。で本当はね、やっぱ、まあ、24、25っていうのは実際には東温市に帰る時なんですけど、私はお話し会があるので東京にピーって行って、そうだからね、全然いけない、もう全然いけんのよ、クリスマスパフェを食べに。どうなんだろう、聞いてみよっかな。そういえば今日インスタのサンタあげたらコメントしてくださってて、そこに書くかそこに書こうかなやばすぎるクリスマスパフェ取り置きお願いしますって、いやそこに書く普通みたいなとこに、やばすぎるけどね普通に。うん、取り置きした方がいいかもね。なんか一回芋パフェもなんだっけ、なんだやつだったかな、なんかのアイシングクッキーがないから別のやつになるんですけど、いいですかって言われて、もう全然いいですってなりました。高知で何か美味しいもの食べる予定ありますか？それがね、高知あんま美味しいもの食べに行けないかもしれなくって、まあ、基本的に私本番の日っていうのはあんまり外に食べに行くとかしなくって、まあ、前日時間があったらちょっと食べに行くみたいなことはあるんだけど、その時間がないんですよ私は。そう、いろいろありまして、ちょっとお仕事の関係がありまして、全然ねあんまそういう時間が取れそうになくって、だからちょっと高知はね美味しいもん食べに行けないかもしれない。そうなの、次の日もねちょっとバタバタしちゃって、そう、もう多分コーチにあんま入れないかもしれないっていうことがあるから、そう、ちょっと今回はどうだろうかも、どうだろうかっていう感じなんですよね。せめてお土産屋さんでキティちゃんの靴下は買いたいんだけど、まあ、お土産屋さん寄りたいんだけどね。まあでも朝じゃない、本番の日の朝とかだったらね、お土産屋さん頑張ったら寄れるかもしんないけど、まあでも一応土佐清水で私の絶対食べたかったウツボは食べられたので、まあ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 まだまだ。ね、そう、ワンチャンス、あれはいいな。はい、ということで、じゃあ今日はここら辺で終わりにさせていただきます。じゃあまた明日オンラインお話会あるので、来てくださる方は楽しみましょう。お待ちしております。じゃあランキングを読んで終わりますね。13位から13位キャパさん、12位マモさん、11位ロミツさん、10位夏目さん、9位飯田博之さん、
8位水無月に3000点さん、7位 TKHKG さん、6位海指さん、5位カラスのカーコさん、4位アーキーさん、3位玉国さん、2位はやちゃんさん、1位がタッツエモンさんでした。はい、それでは今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。ありがとうございました。またね、おやすみ。